い、皆さんこんにちは、ワンダリーグリッシュです。今回プレイしていくのはプレイキュースピリッツ2015のスタープレイヤーモード高橋由伸でのプレイです。今日からはですね、広島との3連戦になりますね。ちょっと疲れ溜まってきてますので、アシスタントさんを呼んで疲れを取ってもらいましょう。指圧したんでいいかな。ダンスっていう言い方するんですね、この指圧した。そして5万円指圧が、まあ、こんなもんでいいかな。87、もうちょっと上げておき、回復しておきたいということで、疲労、まあまだいいかな。さあ、相手の先発、広島の方は中村ですね。ストレート152キロ、スライダー、チェンジアップ、カーブ、フォークと、まあ、比較的打ちやすそうな感じのイメージが今のところあります。152キロ、150キロ超えのストレート持ってるので、まあそれをうまく打てるかどうかっていうのと、あと調子ですね。調子が下降気味だと、まあ失投とかがね、来る可能性っていうのが高くなってきますんで、まあそれを頭に入れておくっていうのも手なんですけど、逆に絶好調だと失投があまり来ないかなって思って構えてると、なかなか失投が来た時にタイミングが合わないっていうこともありますからね。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。さあ、まずは広島の攻撃ですね。1回の表、ジャイアンツの先発は杉内です。防御率5点台か。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がり、変化球打ち上げてしまった。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。無難に守備こなしましたね。さあ、1回の裏、ノーアウトランナー二塁一塁、チャンスで高橋由伸です。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入ります。まあ、こういったチャンスに期待が持てるバッターですね。さあ、チャンスが続きます。まあ、しっかり繋いでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。不調ですね、中村は。まずはスライダーから。この打席、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。いやそうですね。さあ、何を狙っていくか。うわ、空振り三振、タイムリーと。ひどい打席になってしまった。さあ、そして打席には高橋が入っています。今回は結果残したい。追加点のチャンスです。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないように。まずはストレートから。なるほど、そうですね。これはどうだ。インサイド落ちました。入るか、入るか、入るか。ライト下がっていく、下がっていく。入りはしないか。ライトオーバー。セカンドランナー、ホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。スライダーだと思います。ジャイアンツ、1点追加します。ライト。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも流れを確実なものにしようとしています。今画面に出ているのは3対4、ジャイアンツ1点リード。さっきはやっぱりスライダーですね。インコースのスライダー続き、マウンドには中村。初球ボール。低めの変化球です。スライダーに引き続けてきました。ストライクが入りません。これはストレートが外れてます。スリーボールとなって、次どんな球来るか。まっすぐで空振りを取ります。これはちょっとタイミングが合わないというか、まあ、振り遅れですね、完全に。インサイド打ち上げました。甘いボールだったんですけどね。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打ち上げてしまったという打席です。小宮山さん。
これはもう試合決まったかな。ジャイアンツさらに4点加えて点差5点となってピッチャー変わってるでしょう。3番バッター川内に変わってますね。川内はあんまり速いボールはなかったはず。そうですね、132キロとのストレートとスライダー2種類ですね。まずは得意のスライダーから。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ボール先行です。インコース決めました。全球曲がるスライダーですね。広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。これもスライダー、全球スライダーか、もしかして。低めの変化球は決まりません。そろそろストレート。3ボール2ストライクです。これは今度落ちるスライダーできましたね。インサイド落ちました。これはどうだ。センターストレートですね。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。もう、吉信は退いてますが、そのまま試合の方はジャイアンツさらに追加点を挙げて7点差で大勝ですね。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、いやチームの雰囲気全体的に非常にいいですよね。そうですね、まあ、練習中ということもあって非常にいい感じです。まあ、欲を言えばホームランが欲しかったかなと。これでマジックを29まで減らしましたね。このままいくとカープとヤクルトがクライマックスシリーズに出てきそうだな。 DeNA がこのプロ野球スピリッツ上だといまいち冴えないですね。リアルプロ野球の方はかなり調子いいですけどね。ここ何年も低迷に低迷を重ねてきた DeNA、まあ、横浜ですけど、今シーズンは本当に調子が良さそう。このまま行けば、まあ、クライマックスはまあ出れるかなって、まあ、まだ行っても5月ですけどね。6、7、8、まあ、この夏場が残ってるんでどうなるかわからないですけど。これから東京ドームからお伝えしてまいります。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょう。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで。フォアボールですね。ただ菅野は立ち上がり0点で抑えています。バッターボックスは3番高橋。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずは141キロのストレート。ヒットでランナーを1塁に置いています。さて、好調ジャイアンツはここまで4連勝で首位です。一方のカープは2位と首位を追いかけています。2ボール1ストライクからはいった。これはストレートですね。高めに浮いたストレート。先制のツーランホームランです。ジャイアンツ卓球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドほぼ完璧な当たりでした。ジャイアンツが先制しました。気持ちいい。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、頑張ってご覧いただきましょう。いや、本当にうまく反応しましたよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。ライストスタンド上段まで運びました。さあ、第1打席目にホームランが出ると、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ツーアウトランナー1塁で初球ボール。第2打席目、2球目は何で来るか。いや、今のよく見ましたね。ボール先行です。うーん、
今ストレートはちょっと手が出ないですね。145キロ、そうですね、外角、まあ、高めではあるんですけどね。さあ4球目は何か、インコース決まりました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。これは落ちるボールですね。これもファウル、ストレート、うわ、見逃し三振。内角の146キロのストレートに手が出ませんでした。広島に追いつかれて、6回の裏ジャイアンツの攻撃です。吉野部、一方か、第3打席目ピッチャーは中田に変わってます。任されたのは中田、昨日のゲームでは2イニングを投げています。中田、まあ、ストレート147キロシュート持ってるのか、なんとか攻略してもらいたいですね。ホークスローカーブにチェンジアップにカーブも持ってますね。まずは142キロのストレートが、アウトローギリギリ決まっています。ストレートはちょっと手が出なかった。これもストレートですね。まあ、ここは狙いを決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これ落ちるボールできました。さあ6球目は何か、低め見送っています。3ボール2ストライク、フルカウントとなりました。強振に変えて、ここもファールです。引っ張った、まあフェアか、取りました。一塁そのまま入ってアウト。次の1点をジャイアンツが取りました。これはこのまま勝ちパターンだけど、もう1点2点取っておきたい。おお、そして川内だ。今日はホームランを放っています。ストレートまずはワンアウトを取っています。スライダーばっかり投げてくると思うんで、ファウルになります。少ないストレートを確実に打ちたい。変化球が低めに外れます。アウトコース外れます。これが5球目、ワンストライク。うわー、そのストレートだ。めちゃくちゃ遅いね、やっぱストレート。これフォアボールですね。外れてフォアボール、ワン。試合の方も最後ダメ押し点入れて、3点差で勝っているというゲーム。ジャイアンツが見事勝利を収めました。小宮山さん、やはりチームとしてもエースの登板で確実に勝つというのは非常に大きいですよね。本当にいいゲームになりました。吉田の37号まで行ったか。さて、疲労と疲労回復と調子回復をちょっとそろそろ入れときたいな。マジックは27まで減らしてますね。これパーリーグの方はクライマックス、ソフトバンクから楽天か微妙なとこですね。で、セリーグの方はヤクルトか中日かというところ。タイガースが最下位に沈んでましたね、今見たら。7万円かしてもらって調子も上がって、マイケンか今日の先発は。能力をアップしていきましょう。パワーを上げるか。走力上げられないか。守備力は
なとこです。今日は小山と前田か。前剣がなかなか厳しそうだな。早々にノックアウトしてまた川口を引きずり出したい。これから東京ドームです。セリーグ まずはジャイアンツ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかですね。ただ0点で抑えていると。そして前剣立ち上がり、バッターボックス2アウトまで来てますね。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。2アウトになっています。あ、これ初球のストレート、センターへ伸びがありません。丸が抑えて3アウトチェンジです。ちょっと早打ちしすぎたかな。両軍1点ずつ取り合ってますね。ヒットも広島1本、ジャイアンツ2本とかなり投手戦な感じ。そろそろ点が欲しい場面だと思うんですが、まあそうですね、結果を求められていると思って積極的に打っていきたいですね。そうですね、スロースライダーか。これが2球目。うおー、これは打てない。あっという間に2ストライクです。勝負では来なかった。第4球はよし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 、ファーストの左抜けました。これはヒットですね。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。何だろう、リプレイでご覧いただきましょう。ストレートではなさそうです。それにしてもうまく引っ張りましたね。そして4番の阿部、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。中途半端なバッティングで閉鎖する。打ちました、いい当たりだ。大きな打球が来るかな。この当たりはどうか、右中間破っていきました。ファーストランナー3塁までホームを狙う。これはホームはちょっと危ないですね。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー3塁1塁。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあそうですね、落ちるスライダーっぽいですね。これで作戦も立てやすくなりますから、握りを見た感じ、いい仕事しましたよね。さあジャイアンツ一打勝ち越しのチャンスです。そして今勝ち越しておくとこの後のベンチの采配にもいい影響を与えるでしょうからね。ノーアウトランナー三塁一塁ですからね。まあここは犠牲フライでも勝ち越しですから、彼なら十分チャンスがあるでしょうね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。バッターの長野、今シーズンの得点圏打率は2割7分9厘となっています。さあ前田踏ん張るか、ジャイアンツですが点を取るか。ホームランが期待できますからね。ここも大きいのを期待してしまいますね。わあ、そうショート、うまくさばいて2塁送球。うわあ、2塁アウト、タッチしてダブルプレイ、一気にツー。ちょっとまずいな、今のはダブルプレイ狙いで切ったんでホーム突入で良かったんですね。ちょっとまずい走塁になってしまいましたが、ジャイアンツは1点勝ち越しはしてくれてるみたいですね。高橋、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ジャイアンツファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。まあこの足ですからね、簡単にストレート打った、掴んだ、1塁へ、1塁アウト、これで3アウト。ちょっとまずい走塁があったんで取り返したいんですが、もう一回回ってくるかな。回ってこい、よし待ってきた。ただ広島に逆転を許してますね。8回の裏、
そしてピッチャーはヒース。さあマウンドに上がったのはもうストレート狙うしかないな。昨日に続いての登板となります。初球ボール見送ってストライク。ここまでまっすぐ系2球続けてきた。あーそれでチェンジアップか。ワンボール2ストライクです。狡猾だなヒース。打ちました。これは抜けるだろう。これはどうか。宇宙軍まではいけますね。バッターランナーは2塁まで進みました。よし。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。あー残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。まあ、2安打放ったんですけど勝ったか。ちょっとまずい走塁があったのが悔やまれるというか、なんかサインアウトしてしまったんですけど、まあ、とりあえずもうゲーム自体は終わったのでここで一旦抜けちゃいましょう。というわけで、今回は広島との3連戦ですね。まあ、2勝1敗で勝ち越しを決めてますので、まあ、よしとしましょう。金子千尋お、ヤクルトに代わってドラゴンズが3位に入ってクライマックス圏内に入ってきましたね。というわけで、今回広島との3連戦ちょっと前剣相手に、手こずってしまったところはありましたけども、3連戦のうち2勝1敗勝ち越しで、まあ、終えることができたんで、まあ、よしとしましょう。そして、次回からは DeNA ドラゴンズその6連戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もですね応援していただければ嬉しいなと思います。というわけで今回はここまで。